Hello everyone! 私、幸せプロデューサーで英語を友達にする専門家のミキがお届けしています。おみくじタロットイングリッシュ。はい、今日も見てくださって本当にありがとうございます。もう皆さんが見ていただくことが本当に私の励みになってとっても嬉しく思っております。この動画は毎日皆さんにタロットを選んでいただいて、1枚選んでいただいて、そこに書かれてある幸せのメッセージをお伝えするとともに、英語の豆知識まで一緒にお伝えしましょうという欲張りな番組になっています。使用するタロットはこちらです。クリスタルパワータロットと言います。これには皆さんにパワーをくれるクリスタル、石の紹介もされてあるので、そちらもぜひご参考にしてみてください。このカードにはそれぞれ一文のアファメーションと呼ばれる、皆さんにパワーをくれるメッセージが英語で書かれています。毎日一つそれをしっかり覚えていただけると、皆さんの心だけではなくて英語力まで同時にパワーアップができますので、ぜひぜひお試しししてみてください。番組の最後には今日のワンポイント英語レッスンというのを毎回お伝えしています。で、その英語のレッスンね、毎日見ていただくと意外に英語力ついていくと思いますので、ぜひぜひ毎回そこもねチェックしてみてくださいね。はい、今ですね、この番組のスタート、配信スタートのキャンペーンとしまして、視聴者プレゼントをお届けしています。そのことも合わせて番組の最後に詳しくお話ししていますので、最後までお見逃しなく。説明欄の方にタイムスタンプを貼っておきます。また、視聴者プレゼントなどの詳しいご案内もそちらにも載せていますので、よかったらチェックしてみてください。それでは2021年1月2日のおみくじタロットイングリッシュ、行ってみましょう。今日はこちらの3択になります。最初がオレンジの天使さん、オレンジエンジェル。真ん中が紫の天使さん、パープルエンジェル。そして最後が青の天使さん、ブルーエンジェル。 So, which one do you like? 直感でね、ピーンとくるものを選んでくださいよ。 Are you ready? Okay, now Let's get started! はい、それではまず最初のこちら、オレンジの天使さん、オレンジエンジェルを引いてくださった方のタロットを見ていきたいと思います。さあ、1月2日何が出るでしょうか。お、Page of Wands、 Page of Wands、 ワンドのページが出てきました。ページっていうのはナイト、騎士の見習いさんのことですね。若い見習いさんになります。少年ですね。ではまずこちらに紹介されているクリスタルの方から見ていきますよ。こちらはイエローカルサイトといって、導きや富や自信を表すクリスタルになります。ではまず最初、この下に書いてあるアファメーションメッセージの方から読んでいきましょう。では Listen to meI am always open to good news. I am always open to good news. Repeat after me. I am always open to good news. さあ、いかがですか？言えましたか？ I am always open. 私はいつでもオープンです。今日のね、このワンドのページさんの英語はとても簡単な英語ですかね。 I am always open、 私はいつでもオープン、心を開いてますよっていう意味ですね。オープン、開けるっていう意味がありますけど、この I am open、 自分がオープンですっていう時は、まあ、日本語でもオープンな人って言いますもんね。私は心を開いていますという意味です。つまり心を開くっていうのは受け入れるっていうことですね。受け入れるのかオープンなのかっていうと To good news で、このね To っていうのは何かに対してっていう感じですね。なので Good news、 良い知らせ、良いニュースに対して心をオープンにしてますよ。つまりいいニュース、良い知らせはもういつでも受け取りますよっていう、そんな感じですかね。はい、ではまとめていくと、私はいつでも良い知らせを喜んで
受け入れます、受け取りますという、そんな感じですね。オープンにしています。はい、ではこちらの絵柄からね、じっくり見ていきたいと思います。はい、まずこのワンドのページ、ワンドっていうのはね、前にも何回かワンドシリーズ出てきましたが、このワンド自体が情熱を表すものですね。棒ですね、一本ね、筋のピンと通った棒です。そしてこれをね、大事に抱えていますよね。このワンドのページのそもそもの持つ意味としては、伝令、伝えるという意味があります。このね、若さがありますね。ページさんまだ見習いの少年なので、すごく若い少年です。で、私ちょっと思ったんですけど、この絵柄のね、後ろのどこからくーっと上に、このなんていうんですかね、このくるくるって立ち上っている、なんかこう力をすごく感じるんですよね。これから上に上がっていくよっていう感じですね。で、このワンドもやっぱり情熱ですし、色もこのワンドはね、黄色で表されていますね。ひまわりも咲いています。このね、あのまだ若いはにかんだこの表情ですね。まだ純粋な感じで、これから自分のことを一生懸命表現して前に進んでいくよ、想像力を発揮して、ね、クリエイトしながら何かこう作っていくよという、そんな感じがします。今日はね、1月2日まだお正月ですね。ちょうど1年の初めにこのね、伝えるというキーワード、伝令というキーワードもありますので、皆さんの今年1年こういう年にしたいという皆さんの今思っていることをね、自己表現してみてはいかがでしょうか。何かね、こう書き初めのようなものでこう表すのもすごくいいかなと思います。またこう、そうですね、ポスターみたいに書いたりとか、ノートに書いたりとか、皆さんのこう熱意を表すような、情熱をね、表していくと、今年1年がすごくいい形で進んでいくんじゃないでしょうか。どうぞね、今日はお正月1月2日ですので、そういうふうにこうご自分の思いを表現するということをしてみるととっても良いと思います。ということで、こちらのオレンジの天使を選んでくださった方のタロットは以上になります。ありがとうございました。はい、それでは2番目です。真ん中のパープルエンジェルを選んでくださった皆さんのタロット見ていきたいと思います。何でしょうか。じゃじゃん、わー、キングオフスウォーズ、キングオフスウォーズ、ソードのキングが出てまいりました。かっこいいですね。ではこちらのクリスタルの方から先に見ていきます。このクリスタルはアメトリンという名前の石になりまして、集中や想像力、それから直感や洞察、想像力っていうのはクリエイトの方のクリエイティブな想像力ですね、直感や洞察などを表す石と言われています。ではこの下のアファメーションメッセージ読んでいきます。 Listen to me. I trust my ability to make a strategic decision. I trust my ability to make a strategic decision. Now, repeat after me. I trust my ability to make a strategic decision. いかがでしょうか。ちょっとね、難しかったかもしれませんね。I trust. Trust は信頼するっていう意味ですね。信じる。I trust 何を ?My ability. Ability は能力という意味です。私、自分の能力を信じます。じゃあ、どんな能力を信じるのかっていうと、To make a strategic decision. 前もね、出てきた、昨日だったかな ?Make a decision という表現出てきましたが、Make a decision で決断を下す。という意味でした。で、strategic decision なので、strategic というのは、strategy という戦略という意味が、もう日本語でもね、時々strategyって聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、戦略のことをstrategyと言います。で、strategic はその形容詞形、戦略的なという意味ですね。なので、まあ、戦略的な決断を下す。そういう能力、自分の能力を信じます。まとめると、私は自分の戦略的な決断を下す能力を信じます。かっこいいですね。さあ見ていきましょう。こちら絵柄ですね。
ソードのキングにはそもそも厳格さというキーワードがあります。このね、凛としてね、ソードをしっかり持って何かこう考えているようなキリッとした面持ちのこの王様ですね。この王様、戦略を練る、このね、周りのこの周りにいる蝶とか鳥の羽なんですけれども、この蝶というのは変身、変化、変容を表すものとして描かれますね。鳥の羽もこう飛ぶため の羽ですね。それがこうとどまっています。この王様、何かこの騒動を、ね、厳しいですけれども、こうしっかりと振り上げて冷静に考えているようですね。立ち止まって考えているようですね。どうしようか、しっかりこう慎重に分析して行動するという感じですね。この青という色合いからも何かすごく冷静さ、クールさを感じませんか。このね、王様の表情もよく見てくださいね。ソードのキングを選んだ、このね、真ん中のパープルの天使を選んだ方は、そうですね、去年のことをしっかり今日は分析をもう一度よくして、今年1年どのような年にしていくかというのをしっかりこう戦略的に計画を立てるのに良い日なのではないでしょうか。皆さんがね、今年1年ご自分の目標をしっかり達成していくために、ご自分のそういう決定を下す、戦略的な決定を下す能力をしっかり自分で信じて、それをね、今日作ってみられると良いかもしれませんね。今日のこのパープルエンジェルを選んでくださった皆さん、お正月のね、今日1月2日なので、そのような一日、計画を立てる一日にしてみてください。ということで、こちらのタロットは以上になります。ありがとうございました。はい、それでは最後、こちらのブーエンジェルさん、行ってみたいと思います。何でしょうか。じゃん。おお、Ten of Pentacles。Ten of Pentacles。ペンタクル、金貨の10になります。こちらですね。ではまず上にご紹介してあるクリスタルの方から見ていきますね。マラカイトというクリスタルで、豊かさや保護、変容を表す意味があります。アファメーションのメッセージ見ていきますね。Listen to me. I celebrate everything I achieve. I celebrate everything I achieve. Now repeat after me. I celebrate everything I achieve. さあ、いかがでしょうか。I celebrate. Celebrate はね、セレブレーションとかも言いますからね、祝福するという意味ですね。Celebrate。何を祝福するのか。Everything. Everything. すべて。私はすべてを祝福します。どんなすべてですか。I achieve. Achieve ってどうですかね。聞いたことありますかね。Achieve は達成するという意味です。なので、私が達成するすべて、まあ、達成したすべてのことを祝福しますという、そういう意味合いになりますね。まとめると、私は私が達成したすべてのものを祝福しますという感じですね。すごくいいカードですよね。ではね、こちらの絵柄も見ながら一緒に見ていきます。このね、ペンタクルの10というものにはキーワードとして継承というものがあります。で、そもそもこの10という数字なんですけれども、このペンタクルスも1からエースから始まって、最後が10、数字のね、終わりは10なんですね。10は最後なので、こう達成を表す数字と言われています。ですので、皆さんがこれまでこう頑張ってきたこと、達成したことをしっかりご自分でその充足感に浸って、そうですね、経済的だったり感情だったり、いろんなこう自分が得てきた豊かさをしっかりご自分でこう味わってみられるのがすごくいいかもしれないですね。これまで皆さんが何か気づいてきたこと、気づいてきたもの、それはお金だけではなくって、例えば、家族との関係、
パートナーとの関係、友達、そういうね人間関係もそうですし、心の安定、感情の安定もそうですし、そうですね、例えばもうビジネス、お仕事の上でとか学業の上でコツ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 今までやってきたことが達成して完成して、それにこう今日はお正月ですのでじっくりね浸って、ああ私よくやったなっていう、こう充足感に浸るのがすごくいいような気がしますよ。今まで皆さんがこう頑張ってきたことを今後のね今年の、 新しい1年に生かしていく、そのためのちょっと充足する、お祝いして自分にご褒美あげちゃったりして、そういうのもいいかもしれないですね。このブルーのエンジェルを選んでくださった皆さんは今日はねしっかりお休みを取られて、またそうですね、もしお年玉をたくさんもらった方がいらっしゃったら、何か自分の好きなもの、自分へのご褒美、今まで頑張ったご褒美として何か買ってあげたりね、あと自分をこういたわってゆっくりくつろいでね癒しの時間に当ててみたり、そのように過ごされると良いのではないでしょうか。皆さんがね今までこう頑張ってこられたことがしっかり次の、今年のね1年につながっていきますので、今日はゆっくり休むことも必要です。ということで、このブルーのエンジェルを選んでくださった方のタロットカードは以上になります。ありがとうございました。はい、それでは今日もこちら3枚のカード全部で揃いましたね。今日もとってもお正月にふさわしいような良いメッセージだったように思います。いかがでしたか？この3枚のカードの中から今日私が気になったワンポイント英語レッスンさせていただきます。今日私が気になったのは真ん中のカードと最後のカードに出てきたいくつかの単語に共通するものです。今日はニョキニョキニョキっと出てきて、じゃじゃん、こっちですね。 C の発音のルールです。皆さん C の発音って言ったらどんな発音だと思いますか？よくあるのは、例えばこれねカードに出てないんですけど、 car みたいに基本の音はこの K の音ですね。クックックという K の音が基本になります。なので例えば今回出てきた真ん中に出てきた戦略的なという単語 strategic、 最後のクですね、 strategic という発音になります。なんですけれども C の発音には実は例外があって、別の発音の仕方があってルールがあるんですね。で C の後ろに I、E、Y が来た時、C の発音が S、S、S、S という発音になりますよというルールがあります。単語で見ていくと、今回ね出てきた例えば Decision、 Strategic Decision とありましたが、この Decision の CI のところですね、これが Season、 Decision という音。それから Celebrate、Celebrate、 お祝いする、祝福する、 Celebrate も CE で Celebrate となりますね。このように後ろに I、E、Y が来るときにはそれ以外は基本はクックックという発音だということです。では一緒に発音してみましょう。 Repeat after me、 上からね。 Car、 Car、 Strategic、 StrategicDecision, decision, celebrate, celebrate、 はい、いかがでしたか？はい、C の発音のルールね覚えておくと、初めて見る単語もこのスペルを見てねピーンと読み方がわかるかもしれませんので、これ覚えておくと便利です。今日のワンポイント英語レッスンでした。はい、ということでこのように英語を友達にする専門家、私ミキがお届けしておりますハピネスイングリッシュスクールでは、皆さんが英語をより楽しく学んでいただけるような工夫がたくさんあります。説明欄にハピネスイングリッシュスクールのリンクを貼っておりますので、そちらの方から詳しくはご覧ください。おみくじタロットイングリッシュの配信スタート記念としまして、最初スタートから30日間毎日お一人様に Zoom での30分間無料英語レッスンをプレゼントさせていただいております。
ご希望の方は説明欄に貼っている公式 LINE アカウントのリンクから入って登録していただきまして、返信にプレゼント希望とメッセージを書いて送ってください。そうしましたら抽選の対象とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日ももうね2021年が始まって2日目になりました。皆さんね、どんなお正月を過ごされているでしょうか。今年1年ね、本当に、まあ、去年大変だった方も多いと思いますけれども、今年1年が皆さんにとって良い1年となっていきますように、例えばそうですね、心をオープンにして何か受け入れてね、次のスタートを、新しいスタートを切るとか、計画をするとか、前のね、これまでの頑張ったことをしっかり味わって自分にご褒美をあげるとか、そういう風にね、ゆっくり過ごされてみてください。はい、いつも、ね、皆さんの心が幸せで満たされますように。今日も皆さんご視聴本当にありがとうございました。幸せプロデューサーで英語を友達にする専門家、ミキでした。 Thank you。